はい、どうもこんにちは、ツインです。よいしょよいしょ、あ、転がしちゃった。はい、というわけで、やっていきましょう。あれですね、あのバウンドドッグの塗装の方に入っていこうと思います。やっとちょっと時間が取れましたね。しばらくちょっとあの時間が取れなくて、空いちゃいましたけど、でいきなり塗装したいんですけど、まあ塗装しようと思ってたんですけど、まああの色ですね、色を作らなきゃいけないんですよ。あのまあこれに書いてある通りにですね、ダークブルーのところは、コバルトブルーとパープルとブラックみたいなこと書いてあるんですけど、まあもちろんこの通りに、このね、このレシピ通りに、作れば一番手っ取り早いんですけど、まあそれはそれでちょっとめんどくさいというか、かったるいので、もうある程度作ってる色があるんですよ。前作った、まあ他のね、他の作品の時に作った色が何種類かあって、で、これの中に近い色があればこれを使っていこうかなと思ってます。全く同じ色をね、作るわけではないので、今回は。いつもは結構ね、成型色にかなり近い色を作っていくんですけど、まあ、今回は似たような色があればそれを使っていこうと思います。で、ちょっとあれね、それでも色味がちょっと合わないかなとか、ちょっと合わないかなって時はまた考えます。で、まずですね、黄色からいこうかな。黄色はですね、黄色はね、一応ハイライト用のイエローが多分近いんじゃないかなと。これもまあ自分で作った色なんですけど、よいしょ。こんな色ですね。わかりますかね？ちょっとライトが暗い。ちょっとね、カメラの、このスマホの影になっててわかりづらい。こんな色なんですけど、わかりますかね？これ近いと思うんだ。このね、成型色がまあ鮮やかな黄色なんだよね。なので、これに比べると、ちょっと逆に濃い、僕はいつもハイライトで使ってるイエローなんですけど、この成型色からするとちょっと濃いめの黄色だけども、まあ近いですね。で、今回ベタ塗りで全塗装するわけではないので、ちょうどいいんじゃないかなと思います。なので黄色はこれでいこうと思います。ダークイエローはね、ダークイエローはちょっと逆にもう濃い色なので、これ今回使わないと。まあ、早かったですね。イエローはもう何も加工せずにこのままいきます。よいしょ。うん。で、まあ、数も少ない、イエローがね。で、この、あとはこの、ここの色ね、このボディのこの色。これは、もう紺色でいけばいいんじゃないかなと思うんですよね。紺色。多分ね、これはね、紺色だと思いますよ。なぜ紺色？ちょっとまあ、紫がかってますけど、紺色ってさ、まあ、藍色というか、これもちょっと紫がかかってる色なので、ほら、まあ、これも近いよね。ちょっとこっちの方が、作ってる色の方が濃いですけど、まあ、これも別にいいんじゃないかなと思います。これももうこのままいこう。はい、このままいきましょう。で、問題はこの赤色のピンクの部分ね。でね、ピンクの部分が、鮮やかすぎるんだよね。これだとちょっと濃すぎるよね。色味の、色の深さ的にはこの作った色の方がいいんだけど、全然違うもんね。もうちょっと明るい方がいい。もうちょっと明るい方がいいので、よいしょ。こっちはどうかな。これメタリック、パールが入ってんな。これパールですね。すみません、ちょっとこれは違う、パールでした。よいしょ、これパール。何色かな。ピンクだよね、やっぱりピンク色だよね。蛍光ピンクとかでも紫が入ってる感じがするんだ。どうしようかな。これがね、悩みどころですよ、ボディの色ね。ちょっと待って。なんか、混ぜるで、ちょっと、色を作っていくのに。まあ、これに、この瓶をそのまま使えばいいかなと思うんだけど、これに、ちょっと白混ぜたら、ピンクになるかどうか、やってみます。これでピンクになれば、それでいいので。よいしょ。白ってもまあホワイトサフ、白サフですけど。
こうやってね、いつもね、色をね、作ってるんですよね、僕はね。あの、もうこの通りにね、塗料ね、指定の塗料を買ってきて、あの、同じ、この書いたんで、このあの、分量までね。分量まで書いてあるんで、その分量通りに作れば早いんですけど、よいしょ。これで、白を混ぜると、ちょっと紫が強すぎるかな、これだと。どうかな。まだちょっと濃いよね。まだ濃い。まだ濃い。よいしょ。相変わらずね、あのカメラの位置が悪くて、すごく作業しづらいんですけど。薄いピンクにはなるけど、この、なんだろう、毒々しいピンクにはならないよね。これやっぱり赤なのかな？赤を足すべきかな？赤かな？赤を足してみましょうか。純色足してもいいと思うんですよ。純色、いわゆるそのシアンとか混ぜ、まあ今回のまあ赤と、赤だとマゼンダなんですけど、マゼンダを足してもいいと思うんだけど、赤を混ぜると、あ、赤混ぜると近い色になるね、やっぱり。さっきのこっちの元々作ったこのやつはこうちょっと紫が強すぎるんですよね。なので赤をちょっと足して白を混ぜると近い色が、もうちょっと濃くてもいいかな、もうちょっと濃くてもいい。うん、じゃあこれでいきましょう。で、これがもうあんまり残り少ないので、これに足して作ろうかな。これに足して作ればいいのかな。よいしょ。じゃあちょっと白を足して。白最後の方がいいかな。まあいいか。ちょっと先に白をちょっと足します。あんまり足しすぎると、薄くなっちゃうので。一応まあ、ここのね、書いてあるレシピを参考にしてもらってもいいんですよ。ホワイトとクリアレッドとワインレッドって書いてますね。なのでもう、まあ、ピンクですよね。で、ワインレッドが入っているので、少しまあ、パープルが入っている感じ。なので、よいしょ。赤を足します。クリアレッドが、クリアレッドなのね。純色じゃなくて、クリアレッドを足せって書いてあるのね。まあだから基本あの、ほぼほぼこのレシピ通りに行く感じかな。うん、ちょっとし、もうちょっと白だね。バウンドドッグカラーを今作ります。はい。よいしょ、白を混ぜます。これだよね、塗料を作るだけで結構な時間経っちゃうよね。まだあるんですよ。まだこのフレームの色作んなきゃいけないですからね。フレームの色がまたね、ちょっとめんどくさいんだよね。赤足そうか。もうちょっと赤足そう。赤がない。赤がない。赤、いや、あるんですけど、この瓶の中にない。この瓶の中に赤がもうあんまりない。なんかね、不思議な色だもんね。バウンドドッグね。こんな色？こんな色、もうちょっと白か。もうちょっと白だね。あんまりね、明るくしすぎない方がいいんですよ。あの、なぜかというと、影になるぐらいの色に。あの、成型色が、要は基本色として捉えて、そこに影になるところと、逆に明るい色、ハイライトを入れるのを、まあ、2色塗ることによって、なんかグラデーションがかかってるようなね、雰囲気に仕上げたいので、あんまりこう、逆に明るすぎちゃうと、ハイライトになっちゃうので、ちょっと濃いめにね、作りたい。ああ、でも全然、紫が強いね。紫が強い。紫が強いので、やっぱ純色入れますか。この、説明書にはクリアレッドって書いてあるんですけど、
純色のマゼンタを入れます。よいしょ、純色のマゼンタを入れた方が早いと思うので。まああれだよね、このマゼンタを多分白で薄めればそのままでいい気がするんだけどね。ただちょっと影にしたいので、影になる色を作りたいので、少しちょっとこう既存のちょっと暗い色から作ってます。あの本当ね、そのまんま作りたい人はレシピ通り、この説明書のレシピ通り作ればいいと思います。こんなね、あえて作る必要はないですよね。こんなもんかな。やっぱもうちょっとやっぱ白い明るいかな。まあだいぶ近くなったの分かります？ほらこれさ、そのカメラだとだいぶ違うんだけど、ここの影に行くとほら分かんないぐらいになってるでしょ。もうちょっと明るく、まあこのぐらいでいいかな。ちょっと成型色よりはかなり濃いめの色ですけど、あんまりねこの蛍光ピンクに近い色にはしたくないんですよ。まあこの辺も好みなので、まあその説明書通りに作ればほぼ成型色に近い色ができると思うんで、その元々のこういう鮮やかなピンクが好きな人はこの説明書の通りに塗ればいいし、僕みたいにちょっと色味変えたいなって人は、まあ自分なりにね、あのいろいろ作ってみてもいいんじゃないかなと思います。というわけでこれでピンク部分はこれでいきます。ピンク部分、黄色、イエロー部分で紺色部分で3色ですね。あとフレームのこの色だね、このよくわかんないグレーなんだか、これあの多分このカメラで見るとすごいただのグレーに見えると思うんですけど、ちょっと緑がかってるんですよね。でまあここにフレーム基本色っていう風に書いてありますけど、よくあの僕がガンプラで使うあのフレームのね、ガンプラのフレームに使う色があるんですよ。これがね多分そのままいけるんじゃないかな、そのままいけるんじゃないか。ほらちょっと攪拌します。ちょっとねこっちの方が濃いけどね、ちょっとこっちの方が濃いんですけど、見てもらったらいけるの分かります？ほぼ近いでしょう、ほぼ近いと思うんで、ただねもうちょっと緑が欲しいんですよね。緑がちょっと欲しいので緑足します。緑じゃない、緑を足します。まあ、緑は何足してもいいと思うんですけど、ちょっとだけ緑足します。さすがにねただのグレーなんですよ。あのこの本当ね、このカメラだとね差があんまりわかんないと思うんですけど、この緑系の色がねほとんど消えちゃってるんで、ただ結構緑っぽいんですよ。なので少し緑っぽくします。ほんの少し、ね、なるべくねフレームの色はフレームに近い色を作りたいんですよ。でフレームはねこれ全部同じ色で塗るので結構大量にね塗料も必要なので、こんなもんでどう？だいぶ近くなったかな。もうちょっと緑かな、てか青色かな、青色か緑かっていうと微妙なとこなんだけど、そうだね緑というよりは青かな。ちょっと青足してみますか、ほんの少しね。あんまりあの青入れちゃうとあのブルーグレーになっちゃうので、よいしょ。これあれだよね、塗装までいかないよね塗装までいかないんじゃないかな。ちょっとね入れます、混ぜます、入れて混ぜる。あのこんな雑な混ぜ方本当は しない方がいいとは思うんですけど、もうちょっとかな、もうちょっと青このぐらいで、もし青くなりすぎたら黄色入れて緑にします。青とね黄色を混ぜると緑になるので、
まあこんな感じでね、いつも行き当たりばったりで作ってますよ。感覚的、一応まあ理論的なもので言うと、ほら、赤と白を混ぜるとピンクとか、赤と黄色を混ぜるとオレンジになるとか、まあその基本的な知識ってのはさ、まあほとんどの人は、なんだろう、わかると思うんだけど、あ、近い、すごく近い色ができた。ちょっと濃いけど、ちょっとね、成型色より濃い色なんだけど、結構近い色になってますね。ちょっと見てもらおうか。ほら、あ、わか、ちょっと違う。あれだね、カメラで見ると、すごい違って見えるのは何だろうね。もうちょっと緑、もうちょっと明るいのかな？ちょっと暗すぎるのかな？今この作ってる色がちょっと暗すぎるので、ちょっとだけ黄色足そうか。多分ね、黄色を足すと明るくなるんですよ。なので、で、さらに緑が強くなると思うので、ちょっと黄色を足して。あ、でね、その基本的な、その色を何と何を混ぜれば、まあこの色になる、こんな色になるっていうのは、まあ知識としてね、皆さん持ってると思うんですよ。なので、その知識を、基本的に基礎に置いて、あとはもう自分の好みの色にしていけばいいと思います。だから行き当たりばったりでね、別に悪くないと思うんですよね。まあ、なんかね、厳密に言うとね、行き当たりばったりは、再現性がなくなっちゃうので、本当は良くないと思うんですけど、まあ自分が趣味で、なんだろう、その自分でね、この作った色をさ、なんか誰かに分けてあげるとかさ、まあ、ましては売るわけでもないのでね。別にね、その自分の好きなように塗ればいいだけなので、好みの色とか色合いとか、特にね、色って一応その見本のカラーがあるじゃないですか、こう説明書とかにあるね。で、見本の色があるんだけども、その自分の好みって、その色ではなくて、ちょっとサイドっていうのかな？サイドってわかりますかね？鮮やかさとか、ちょっとくすんだ方がいいなとか、ちょっと暗めがいいなとか、ちょっと逆にその色あせた感じがいいなとかっていう、なんかほら、そのこだわりというか好みがあると思うんですよ、こういうのって。なのでね、そういうのは考えて、やると、いいんじゃないかな。ちょっと、もう一遍出します。だからまあ感覚でね、自分の好みの色を作ればいいと思います。基本はね、ありますけどね。で、慣れてくると割と再現できます。どんな色でも。で、まあ慣れててもね、たまに失敗して変な色ができちゃったりするんですけど。こんなもんでいいかな。ちょっと濃いめです。これフレームのこの色、塗料の方が濃いめの色です。薄めて、これに白とかを足すと、多分、この成型色に近い色になると思いますけど、まあ、ちょっと濃いめの方がかっこいいの、かっこいいかなと思います。てか、全体的に濃いめに作ってます。紺色もそうだし、さっきのピンクのところもそうだけど、全体的に濃いめのね、ちょっと渋めの色に仕上げたいので、まあフレームもそれに合わせてちょっと濃いめにします。よいしょ。いつもはね、ほんとフレームとほとんど同じ色にするんだけど、今回はちょっと濃いめのね、色にします。というわけで、塗料が揃いました。基本4色です。ピンクの部分と、紺色の部分と、黄色の部分と、あとフレームの色。で、ここから塗装に入るんですけど、もう20分が来てるので、一旦ここで切ります。で、次、塗装に入ります。いやー、もう、色作るだけで20分かかるっていうね。しかもね、今回、基本色作ったのって、これと、このピンクのとこだけだからね。本当だったら、この黄色とか紺色とかも作らなきゃいけないとかってなると、またさらに時間かかってたと思うんだけど、まあ今回は、まあフレームが一番時間かかったかな。まあそんな感じで、今回作った色で、塗装していきます。まあ参考になるかどうかわかりませんけど、次も、この後も放送、この後も動画作りますので、よかったら楽しみにしておいてください。参考になった方は、チャンネル登録、評価の方よろしくお願いします。バイバイ。